はい、ライバー事務所ジークリー C です。今回はフォロワーゼロ人でも TikTok ライブで配信する方法をやっていきたいと思います。このチャンネルは人気のライバーになれる戦術お話ししています。ぜひチャンネル登録とライバー募集の件もよろしくお願いいたします。 TikTok ライブはパーさんが足りない人はライブの配信にボタンがついていません。ファンがたくさんいてもうすでにライブのボタンがついている方もいます。TikTok ライブの報酬はライバー事務所に入っていても、ライバー事務所に入ってなくても配信者の報酬は変わります。ライバー事務所に入ってイベントのお知らせとか、人気のライバーになる戦術のサポートとか当社の方で受けられますので、 TikTok 登録した方が絶対お得なので、さらに稼げるライバーになると思いますから、下の概要欄の募集の方からライバー事務所登録をしてください。料金は無料です無料です、無料です。 TikTok ライブ前までは誰でもできたんですけど、今は数百人フォロワーがいるとか規約があります。だんだん TikTok ライブ配信のボタンをつけることについて厳しくなっていくと思いますので、フォロワーゼロ人でも TikTok ライブで配信する方法、まずは下の概要欄、こちらホームページ見ていただいて、ちょっとスクロールしていただきますと、こちらに応募の LINE の応募につながるところがあります。こちらの方で応募していただいて、ライバー募集です、またその中に TikTok ライブをやりたいですと自分のコメントでお知らせください。そこから当社の方で LINE で説明をしていきますので、 TikTok のアカウント取得方法はまた別のチャンネルで TikTok アカウント取得と検索していただければ出てくると思うので、マイページを作ってください。で、当社の方で TikTok のマイページに送信してください。 TikTok ライブの配信のボタンをつける手続きをいたします。下の方でマイページ画像を当社の方で TikTok の方に報告しますので、 2,3 日経ちましたらこちらライブ開始のボタンが来ます。まず私の TikTok マイアカウントなんですけど、こちらここを押しまして、こちらの方ライブ開始という風な表示がついていません。こちら 2,3 日経ちますと当社の方でライブ開始のボタンをつけさせていただきます。で、こちらボタンがつきまして、1週間以内にテスト配信30分を2回配信してください。配信する前に配信しますと LINE の方で報告してください。私の方で時間があれば見に行きますので、ご連絡の方をお願いいたします。2回 TikTok の配信テストがありましたら、こちら招待コード手順に従っていただいて、招待コードのページスクショしていただいて送信してください。そこから合格をしましたら事務所登録が必要です。こちらの方の登録のページスクショしていただいて、また報告してください。以上でライバー登録は終了になります。こちらで TikTok ライブ正式ライバーになりました。おめでとうございますテスト配信2回なんですけど、普通にやってください。顔を出して普通にやってたら特に問題ないです。特にはっちゃけたり自分のことしないんで普通にやってみてください。下のホームページにて LINE つなげていただいて、当社 G クイーンの方で登録をしますので、ご連絡の方お待ちしてます。今回の TikTok ライブフォロワーゼロ人で配信する方法をやっていきました。では皆様の良いライブ配信を祈っております。また次のチャンネルで会いましょう。じゃあね、またね。